続いてですね、はい、ボーイカープさん、ああ彼女欲しい、彼女とキャッチボールして、これつぶやきじゃないですか。それどうやって俺を答えるの。確かにね、そこにやっぱちゃんと返していただいて、恋愛のその先輩として、ね、恋愛か、はい、彼女欲しいってことだ、ね、これね、はい、欲しいと思ったらできない。あ、いらないと思ったらできる。なるほど。まあ追えば逃げる、わあ、ね、逃げれば追っかける、こういうこうな落ち引きっていうの大事だね。なるほど。だから恋愛の競争スプレーですね。あ、これはいい届いてたね、これ出ましたね。やっぱ推しに弱いから、あ、女性はどれだけ誠意を見せるかとか、あ、まあ、誠意は大事ですね。推し引きということで、はい、そしたらいずれはねキャッチボールできるかもしれませんので、はい、ぜひ。続いてウイスキーボンボンさん、高木豊の現役時代は呼び捨てか、呼び捨て、本当にもう呼び捨てです。いいですね、いいですね。高木豊の現役時代は、はい、夜の盗塁王、うん、金村義明の現役時代は夜の金属バット、俺もそのあの金属バットだね。藤崎さんは夜の盗塁王って書いてる、ウイスキーボンボンさんが。まあ、盗塁王というか、まあはしご酒をしてたというか、あ、そっちの通りよ。ただその食い逃げとかってことじゃないってことですね。その夜のあれが食って逃げるみたいな。あと夜のちょっと早い、ちょっと早い、何を食ってんだ。いやいやいや、別にご飯さ、飯食ってね、飯食って、うん、いや何を求めてんですか。盗塁ってやっぱ逃げるっていうイメージがあるんで、だからこのいすみぽんぽんさんから言いましたら、逃げるんじゃなくて盗むんでしょ。盗む、なるほどね。いや焼き網バカにバカって言われるよ。もうやだよ。そこはいいじゃないですか。でもね、これ夜の通りよって言われるのは心外だな。いや、だってそんなに俺そんなには遊んでない。ああ、そうなんです。いや、俺野球に対してはもうほんと真面目だった。あ、今の東は金村さんですからね。これドバッチですよ、これ。どっちがいい、金属バットと通るよな。いや、金属バットそれの方がイメージ悪いよな。いやいやいや、悪い、まあまあ、なんかすごいんだなっていう、強そうな感じ、自信持ってある。なんか俺弱そうじゃん。いやいや、それだけじゃないですけど。なんで張り合ってんだ。はい、じゃあ続いてクレナさんからいただいてますね。あのちょめちょめ話のやつ覚えてます。裏話みたいな。球場で流しそうめんしてください。マジの流しそうめん、マジのやつですかね。何の意味があるの。それが面白いんじゃないですか。そういう映画見たいんじゃないですか、クレナさん。じゃあハマスタ、ハマスタで流しそうめん、流しそうめん、でっかいの作る。だからこう通路でさ、はい、女作って、はい、見ながらこうやって食べる。あ、いいっすね、それいいっすね。売り子の人どうすんの。いや、売り子そこだけは通さない。流しそうめんの売り子も直接みたいに乗せちゃうよ。オーダースライダーみたいな。オーダースライダーすぐ取りに行きます。あ、こんな感じ、つまめんわ。いや、試合より目立ちますよ、そっちの方が。そうですよ、もっともっともっとたくさんあるんで。面白いね。まあ、面白いですよ、これ。本当に一個一個読んでったら、まあ、キリがないんで、今回はこれだけ絞りましたけど、もっといろんな方にコメントいただいてるんで、なるほどね、もっと読み返したら、もっと面白いのいっぱいあると思います。これ、なんかちょっと気に入ったのはさ、はい、その野球選手が出してる店、はいはいはい、行って、そこの店主でしょ、はい、もう当然、はい、まあ、デブもそうだったし、はい、そうですね。だから他探してさ、ちょっと行ってみたいよね。そうですね、僕の野球選手がやる店みたいな。いや、行ってみたいですね。ちょっと紹介があったからね。そうですね、はい、まあ、私も聞きたいですね。そうですね、本当に流しそうめんもね、ちょっと検討しましょう。球場で行きましょう。大体できるどこでやる。はい、はい、ということで、今いろんなコメント来てますけども、本当にありがたいですね。またこのコメント読み返す、ちょっとこれやりましょう。時間もまたちょっとちょいちょいやりたいです、ね、わかりました。これはやっていきたいと思いますので、はい、皆さんまたコメント欄、ぜひね、はい、コメントよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。